連合軍果汁アップ。人間どもに利用価値があるかどうか確かめてやるとしよう。その力を試すだけ。なめられたものだ。まずは敵の出鼻をくじく。正面の生命に狙いを定めよ。この戦、オーディンの目があることを覚えておくといい。使えぬと分かれば殺される。全力で挑むこと。全力で挑めだと。総秘殿、いかがいたしましょう。何を戸惑う必要がある。望み通り全力で叩き潰してやる。ああ、それでいい。私はひとまず引いておこう。我が指揮で制圧しよう。生命は引いたか。ならば前線を押し上げ敵の目を引きつけるのだ。私たちの戦慄で勝利を呼び込みましょう。荒ぶる魂の調べ、奏でよ聖絶に。核を奏でるのかの。ミアビヨンボー、マナもついていくの。あいつがしてくれるわ。終わらせます。私の戦慄、皆様にも気に入っていただけるといいのですが。清らかな中にも憂いを帯びた名曲やの。離れた家族を共に奏でましょう。故郷の念が滲んでおるの。上等。この地、この音は何だ。ここに現れていく。やめてくれ。恐れることはありません。戦慄に身を委ねてください。なんだ、魂を揺さぶるこの曲は。貴様の反骨魂を揺り起こす魂の叫び、抗え聖絶に。なかなか、あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。まだまだ足りん。参ります。もっと見せろお前たちの力。燃える魂よ。旦那様、何をほうけていらっしゃるんです。さっさと次の指示を出していただかないと。分かっている。今言おうと思っていたのだ。小進化、元気とともに進軍せよ。ハーグと元気と一緒かよ。面倒。ああ、いや、さっさと進みましょう。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。ここを通ることは読めていた。取り囲み殲滅せよ。おっと、敵が伏せてたか。こんな稚拙な罠にかかると。相変わらずやる気がないようですね、芝生殿。アジュ、またお前か。いい加減敵に回るのも飽きてきたんじゃないか。お前がこちらに寝返るというなら歓迎してやるぞ。紹介殿、人間の敵に回るのは楽しいかしら。口の利き方がなってないね。私は神に選ばれた男だぞ。兵の洞察力の深さは後の火種とも。ここで覗いておくとし。まあ、あなた人を見る目があるのね。愛嬌はないけれど
素敵だね。どうだ、言葉を聞いた。利用価値とどういう。さあ、知りたくも奴に直接問いただすしかあるまい。簡単に口を割るとも言えない。そうだ、さらなる力を見せるがいい。泣きよる。なんだこれも。このどもせよ、我らが神王だ、万世。うまく運んだようですね。敵の守りが薄くなった今が好機かと。清盛を狙うか。よかろう、三成。行くぞ。分かっている。偉そうに指図する。敵将軍、討ち取りました。相変わらず凄まじいですね。愛家の者の功も残しておいてください。魂の叫び響いたぞ。戦場に、そして何よ、俺の魂に。期待しているぞ、中達。野望を果たすか、元の世界に戻りたいぞ。か、野望と。私はあなたの時代のため力を尽くすのみです。食えぬ男よ。見事な手際だった。そう言っておく。戦ばかりでは気がめいってしまうわね。元気殿、後で一緒に肉まん作りでもどうかしら。ぜひお願いします。実はどうしてもうまくできない工程があって。おい、この状況で料理に話しかないわ。お気をつけください。龍馬たちがこちらへ向かってくるようです。抗おう。シャミの弦が書き切れる瞬間まで誠実に。抗おうの、マロの丸が弾き切れる瞬間まで雅に。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。師匠、あなたはやればできる子。あちらの敵もお願いね。師匠殿、いい加減にして。さっきから手を抜こうとしているのは分かってる。魔獣、俺やっぱそっち行こうかな。オーディンは動こうとしませんね。何をしているのでしょう。恥ずかしいのかの。蹴鞠の心は我が心。一緒に蹴鞠たいの。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。オーディンのやつ、俺たちを品定めしてんのか。何のつもりだよ。認められても嬉しくはないけれど、ここで消されるわけにはいかない。困ったものね。大無理さ。マロの前を受けるの。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。食べないで。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。く
苦しめてやろう。一緒に迫りたいの。嬉しいだろう。本当によくできた子ね。総妃、曹操を差し置いて腕輪の力を得たことに戸惑いはない？ないが、私にとって父は初めから超えるべき存在だ。おっと待ちな、清盛のおっさんはやらせねえぜ。猿ごときが道を阻む。後悔させてやろう。行こうか。やってみるの。我が式で制圧しよう。救急に移る。最高だ。これだからお前と一緒は面白い。平の清盛、言い残すことがあれば聞いておこう。一緒に迫りたいの。嬉しいだろう。氷が薄いままだろ。甘いを受けるとなめられたものよ。指揮官は倒した。これで敵の足並みは乱れよう。あの大軍をはねのけるとは大したものだ。オーディンも満足といったところかな。気に入らんな。なぜ奴に試されねばならぬ。神の思い上がり、打ち砕いてくれよ。その調子なら心配なさそうだ。さて、私も全力でお相手しよう。出番だ。やだ、清盛さんたらやられちゃったの。こんなに援軍連れてきたのに。我が式で制圧しよう。参ります。ここで敵の増援とは。合流される前に括弧撃破せよ。出番だ。その力、オーディンに見せつけるといい。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。いよいよオーディンと戦うのか。おじけづいた。ならば私一人で行こう。お前に任せるのはもっと不安だ。共に行かせてもらおう。どうぞ。なんと無様な。なんだ。参ります。
ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。撤退するほかない。レバン。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。剣を抜かせないでほしいんだがね。苦しめてやろう。俺ごと噛み砕いてくれよ。貴様は踊り食いにしてやろう。これが魂の旋律です。共に奏でましょう。やってみるの。調子づきよって。予想以上の腕よ。これが弱肉強食。見事な手際だった。そう言っておこう。どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできたかね。見事な手際だった。そう言っておこう。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。敵の腕出ますか。少し踏んじまった。魂の叫び響いたぞ。戦場に、そして何より俺の魂に。天下無双の武略、地位相応のものですね。私に示すがいい。くだらん命令など聞かぬ。私たちはただ全力で貴様を撃つだけ。参ります。さあ行こうか。やってみるな。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。期待以上の力だ。全ては計画通り。逃げたか、オーディン。一体何を企んでいる。さて。うまくいったようだ。Thank you.